はい、今回はですね、4周年ソルジャーですね。今ね、ツアーのウルフマンに来てるんですけどね、攻略劇ではルナイトに連れてってましたね。だからルナイト適正ってことは間違いないんですけど、ちょっと結構いろんな使い方あるかもしれないってことでね、とりあえず今回ここ連れてきてみました。まあ、とりあえず友情と必殺技を、紹介していこうかなと思います。いや、パワーダウンがね、非常に強力な感じですよね。1ターンですかね。はい、じゃあちょっとね、必殺技を打っていくんですけど、これあくまで友情にバフ効果をかけるやつなんでね、本来はだから友情強い水忍者とかね、攻略域が水忍者とか連れてきてたみたいなんですけどね。うん、まあ、とりあえずこのメンバーで打ってみます。まあ、貫通だからウォーズマンよりも立ち回りしやすいかもしれないですけどね。というかウルフが一気に減ったね。というか結構ガンガン削れたけど、いい、なんて言ったらいいのかな、うん、もう一発いきましょうかね。まあやっぱパワーダウンがね、すごい効きますよね。早いですね、はい。まあということで、少なくともツアーの、ウルフマンでも使えるっていうことは確かなんでね、もっと多分ね、思ったよりも汎用性あるんじゃないかと思うんでね、その辺ちょっと試してみたいですね。はい、今回はすべての行動に意味がある筋肉マンソルジャーを紹介させてもらったんですけれど、まあ、ステータスは、まあ、攻撃力が高めみたいな感じですね。で、貫通でアビリティが有刺鉄線ブースト強、毒耐性、落雷ブースト強、ゼリーボディ無効の闇属性キラー弱ということで、まあ、何回も言ってるように、まず、猛襲のルナイトが適正に入ってくるかな。で、さっき言ったツアーのね、ウルフマンのからの挑戦状もいけますね。はい。で、やっぱりね、個人的にはね、また後で話しますけど、パワーダウンが非常に有効なんで、そういう点ではね、猛襲ネプキンに連れていけないかっていうのをね、うん、早く試してみたいっていうところは考えてます。思ったよりも汎用性がある可能性が、あるんでね、可能性がある可能性って言ったら変だけど、うん。
ちょっと期待してみたいですね。見た感じあんま火力出ないかなとは思ったんですけど、それでもね、落雷ブースト強が入った時の友情はそこそこ強いですしね。うん。で、有刺鉄線ブーストのついた直殴りは、もう、まあまあ、いける感じなんで、要はまあ、ブーストが入った時は、火力も出せるかなっていうのは感じましたね。うん。だから、落雷がきつくて、ギミックが対応してるところはいける可能性があるんで、そういう意味でもね、ちょっとね、うん。ネプキンちょっと試してみたいよね。で、友情アタックに関しては、まあ、パターンとしてはハロウィンの夏子とか、そういったタイプの友情に似てるのかなとは思いますけど、とにかくね、どの場所にいようがターゲットしてくれるんで、複数の敵を確実にパワーダウンできるんですよね。そういう点ではかなり強いですね。友情に関しては友情シールド持ちにもパワーダウンは、効果ありますんで、うん、夏子は確かスピードダウンだったんだよね、うん、こっちパワーダウンでそういう点でもいいのかなとは思います。で、必殺技に関してはこれもまあなんとも言えんですよね。あのウォーズマン反射だから、うん、そういう違いはあるんですけど、貫通がいいか反射がいいかってやっぱりなんていうの、クエストとかあのラウンドとか、あとまあ状況によっても違ってくるんで、その点は何とも言えないんですが、まあそれでもね、うん、狙った敵には確実にダメージを与えれるんでね、悪くはないかなとは思います。だから、なんつったらいいんだろう。使ってみるとね、結構、あ、いいなって思えるキャラクターですね。うん。最初なんか見たときは、火力出しにくいのかなとは思ったんだけど、まあ、やっぱさっき言ったようにブーストつければそれなりに火力出せますし、何よりもやっぱパワーダウンがすごいいいんですよね。だからまあ最初にも言ったように汎用性という点については結構あるんじゃないかなと思ってね、今後に期待したいところですね。で、あとやっぱりこの手のソルジャーって配信が続くことが前提ですけど、年を追うごとに情報修正入ってくると思うんで、2周年3周年もそんな感じなんでね、そういう点でもね、うん、長く活躍してくれるんじゃないかなとは思ってます。ということで、今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。